さあ次マットですよ。いやマット、マット久しぶりのマットです、うん、確かにね。マイク大丈夫かね。ね、あれ死んではないよね絶対ね。死んではない多分。怪我ぐらいですね。怪我し怪我。死んだなんて信じられない。でもそこのもん入れるけど。あ、光ってたじゃん。ごめん、もう一回行くわ。事実かどうかナヤを。ちょっとエミリーちょっと待ってて。おう、もし確認してたら一生その光景と付き合うことになるかもしれないし。そう、ね、そう戻ってみる。でも自分の目で確かめないとでしょ。開けとくか。俺の二人を信じる。くそ、鍵が。あ、鍵か。あ、鍵がいるから。ああ、あっちの方行くんだ。どんどんやばくなってないかこれ。オッケー、じゃあおー、うろたえマット。鍵探すためにも、うん、そっちのね、なんか建物ね。どうした、エミリー寒いのか。俺が温めてやるよ。お、それ俺言いたかったくそ、ごめんごめん、失礼しちゃった。いいよ。あ、ここのロープウェイから帰れたよね。変えないんだね。足跡がつくってさ、楽しいよね。楽しい楽しい。あ、でもあれね、あさ、その、うん、誰も来ないとこで、あ、その、あざとこう、ぐねぐねに歩いてって、あ、で、結構ありだなと思って振り返ったら、うん、あ、めっちゃ面白いってやらない北海道で。え、なに、あれ、そういうなんかこう、うん、自分が征服してる感じもあるし、うん、この、なんだろう、道に俺のこの、あ、そのぐちゃぐちゃというか、この、うねうねな、うん、あ、分かったうねうねしたかった。うねうねがどうしたのが、痕跡残るのがすごい楽しくて。あ、なるほどね、自分の生きた証を残したいんだね。そこまで考えてねえよこれはな、マットじゃん。死んでんじゃん。マット死ぬフラグがあったのか。そうだね、気をつけないと、ま、どこからマットは落ちて死ぬのか。うん、あ、あそこに勝ってる。勝ってるね。なんだなんだ、まだと、え、違うって。あ、ペンキか。まだ新しい。本当の、え、触れない。うん、ペンキ、なんだろう。ペンキ、でも血の色してたよね。え、なんだなんだろう。まあ、とりあえずそこの声入ってみよう。オッケー。うわ、ごめん、寒い寒い。あ、寒い寒い。見ろ、オーロだ。お、オッケー。使える。大丈夫か、使えるか。怖っ。引っ張るよ。オッケー。よし、これで無理やり鍵てかさ、うん、あそこのもんさ、登れねえの。あ、そうだよね、普通に。ちょっと今思ったけど、うん、登れよ、そんな。ドアを壊してくれる。おい、待て、ドアなんか壊したら音で気づかれる。じゃあ他にいい案でもあるわけ。そうだな、その言い争いで割れると思うよ。ほら何窓だ。すごいじゃない、リップクリームがやっとすり抜けられる狭さ。いいから。あなたがすり抜けるのは無理。あ、エミリー手伝っていいんじゃないかな。そうだね、うん、うん、なんかさ、斧さ、ここで使ったらさ、壊れてね、そう、場面で使えないみたいな。俺は負けた、でも君なら。正気？あの小さな穴にねじこもってわけ？はい、ねじ込んでるじゃないか。よく履いてるだろ。は？どういうこと？才能だよ。よく考えなさいよ、バカ。もしかして殺人鬼が窓の下で私たちを餌食にするために待ち構えてるかもでしょ？ああ、わかった。え、結局？結局？ただ新商社かと終わるじゃん。さっさとやって。なんそんこの女。女。行くぞ。それ。いいのかな。まあ、壊れないかな。れ。それ。れ。はい。はい。はい、それ。はいよ。はい、よいしょ。はい、いいよ。れ。キコリはキヨキ。キコリはキヨキ当たり前じゃない。予測じゃない。予測だった。ごめんごめん。何言ってんの。うわ、寒い。わっ、なんだ、なんだよ、荒らされてね。荒らされてる。何かあったの。何かあったんだよ。数時間前までここにいたのに、ついさっきやられたのかも。あ、なんだ、だい殺人鬼の仕業よ、あいつが。ディラン・グレイの負担男。クリスタ・アシュリーを捕まえて、上司を。俺たちがここを通るのも知ってるはずだ。ねえ、やめてよ。見ろ、ゲームが移動されてる。あれって、それほど遠くないよね。マットなら飛び乗れる？え、ちょっと待って、これでも。ああ、無理だ。正常な判断の能力を失っている。でもあなたが飛び乗れないんならどうすればいいわけ？わからないよ。はい、ここのもの全部壊されてる。階段登れるよ。あ、そうね。あとノーティスって書いてあるところ。ドア。見てみようか。いろいろ探索タイム。開けれない。何？てか、ステータス更新だったからちょっと見ていい？いいね、コメントでもさ、うん、その見てほしいなーっていう、はい、ね、子猫ちゃんたちの声があったから。おー、子猫ちゃんの声に耳を傾ける優しい富士
あ、エミリーめっちゃ下がってるわ。ロマンチックじゃねえけど、でもこう許しの心がだいぶあるね、カンよ。ジェスは上がってんのか。うん、なるほど。これで向こうから見た自分の評価のこと？つまり。そうかな。うんうん、どうなんだろう、自分の好感度かな。エミリーのことあまりよく思っていないみたいな。うんうんうん。まあどっちでもあるよな、絶対。まあね、わかんねえな。うん。オッケー、了解。オッケー。なんか死亡しそうと近い。ただでさえボロかったのに、こんなに荒らされるなんて、見てよ。わー。わー。すげえ、第三の左右いっぱいある。来たんだな、ここに。なんだろう。元に戻した。ああ、そこから救難信号出せみたいな。なるほどね。うん、今ケーブルカーそこ。ガラクタだらけだけど、使えるものがあるはずでしょ。どこから来たんだ。見ろよ、通信塔だ。うん、ええや。ねえ勇者さん、ケーブルカーを動かしてここから脱出するってのはどう？うん、動かせんのかな、それなんだ。まああれじゃない、この第三の回敵だ、うん、かっこいいじゃんだなぁ。ブディア好きそうだもんな。さて他にはもう光ってなさそうだ。そうだね。あっ、おっ、おっとっと、手前手前手前、君の足元だよ。いや、あれ、あの、ん、あの操作パネルだった。あ、操作パネルなのか。うん、あ、宙に浮いてる感じ。あ、そういうことね。OK、動かそうぜ。お、いけるっぽい。いけいけ。ん、取って取って、あれ、何もしてくんない。何もダメ、ダメ。じゃあ戻ります。左見るの、それも見る、戻ればいい。左を見て、右を見て、あ、もう奥を見て。鍵もないし、ケーブルなんて言った今。あ、ごめん。なんかカノエコっぽいの聞こえたけど。そういえば、あの通信塔は地図で見つけたやつ。さっき話し、試してみるか。無線とか電話とか何かあるはず、ないとおかしいよね。多分ね。マット、無線のところまで行きましょう。ああ、どうする、まあいいんじゃない、一番正しいよね。それはいいと思うよ。うん、反対すると、うん、そう、どうする、どうする、どうする。無線を使えば助けを呼べる。誰かが信号をキャッチするかも。ああ、やっとルールに従うことを学んだんだ。その一言はいらない。いや、一言多いぞ、この女。ルールその1、エミリーはいつも正しい。そっからおかしい。ルールその1、正しいんだから、他はどうでもいい。うわ、あっそうだよ。本当にあっそうだよ。なんなんだこのアマン。お前自分たちと思ってんな、おい。そこが突き落としやろ。そっからおかしいぞ、お前。あ、何してんだよ、落としやろうか。なんだそれ。あ、なんだ。どうしたの、美人さん。優しい。探してるのよ、ノーキンくん。ヘラヘラしてる。あ、大丈夫か。お、え、大丈夫か。あ、それ乗ってそっち行くんだ。あー、なるほどね。え、それ、え、どこ行きたいの。大丈夫。大丈夫。なんか急に別ゲーみたいになってるけど。内心、いいもの見つけた、私についてきて。おう、そりゃいいね。いいね。あ、完璧。ねえ、降りてきて、ここから出られるわよ。はい。わ、怖え。大丈夫、大丈夫、大丈夫かな。近くです。危ないよ。大丈夫か。あ、ありがとう。ねえ、あ、先行ってくれる、私を守るために。突き落とすのよ。なんでそういう思考回路になれるんだろうね。不思議だわ。落ち着いて、ごめんな。よし、あ、大変。あと怖いな、コマンド怖いな。嫌だな。いつ来るんだ。下を見るな。なんかさ、動くなったやつもあんじゃん。ああ、そうだね、そうだね。あれも来る気がして、なんか机に置きたくなる。あ、まあ、置けば余裕だからね。そうだね。オッケー、よし、行くか。行こう。さあさあ、これはどこに繋がってんだ。まあ、通信塔の方かな。歩いて行くわけじゃないでしょ。歩いて行くんじゃん。歩いて行くの。使えなかったらどうするの。何が。無線よ。使えるって。でもダメだったら何か考えないと。そしたら朝までここにいればいいよ。そうだよ。逃げ続けようよ。降りるって何よ。山をだよ。本気で言ってるの。なんでだよ。空に浮かんでるわけじゃないし、うん、そういう問題じゃない。真っ暗なんだよ。
そうそう。だから朝まで待って。神器がそう簡単に諦めると思ってるの？もしも自分そうだっけさ、うん、ま、なんか待つさくなるよね。そうそう、待つね。でもケーブルカーって終電終わったら、そのどうやってその降りるかっていうとスキーで降りるんだって。本当に。あ、本当？うん、スキー。そう、まあ、僕この前北海道っていうか、まあ、冬の時期に戻った時に、うんうん、まあ、山登ったんですよ。はいはいはい、友達と一緒にね、うん、その時にあの終電ギリギリで帰って、もしこれ間に合わなかったらどうするんですかって言ったら、うん、そのスキーで帰ってくださいみたいな言われて、うわうわ手元にねえわって危なかったねーって、やべえなよく帰ってこれたよみたいな。でも雪山での移動方法だいぶ大事だよね、スキー、そのスキーはかなりね、うん、使い勝手いいから。あ、なになに、はい、これ白色、うん、あ、クリス、アシュリー、うん、幸運なんだ。おー、ラッキー。てかさ、うん、右っていうか左もなんかあるよね。左はなんかありそうだね。ちょっと行っていいかい？っていうかあれじゃない？あの右の方って崖っぽくない？そうだね。こっちなんだ？お、なんか、あ、これさ、あるぜ。うん、あれ、もしかしてこれさ、あのさ、なんだっけ、ほら、最初にダブルキルした2人が通って携帯落とした場所じゃない？え、隙間に、あ、そうかもしんない。ある。そうかもしんない。え、なに？ほら、ひら、とんでもねえ。ひら、すごい。ひら、すごい。ひら、すごい。でも怖いよ、なんか当たっちゃって。ってことは、この先そっちの反対側は、この先にいるんだ。だから、あ、そうだね、反対、そっち崖、崖。あ、そっちの崖の方にいるんだ。うわ、その先、先は行けない。あれ、あの森かな、その、そうだよね、ほら、地下とかいた。あ、いけないっぽいね。いけないね、まだ。なるほど、じゃあこの先の崖に2人落ちたんだ。うわー、ちょっと変なこと聞いちゃったよ。ラフィすげえ、よくわかったね、こんなんで。忘れときゃよかったわ。いいんだよ。うわー、マジか。すげえな、優秀だね。いやいやいや。ほんと、ほんとに見て、風景が綺麗だよね。いいね。あ、ここだ、ここ、ここ。ここだぜ。ここだぜ、例の現場だ。あ、足元に気をつけて。分かってるわよ。今夜の予定に雪だらけの崖から落ちて死ぬってイベントは全然入ってないし。さあ、どうしようかね。はい。結局これどうすんだ。どうする？これ見るだけなのか。あら。まあそうだね。崖降りるわけじゃないしね。うん。でも戻ってもう一回あの小屋の先進んでみる。あ、違う、なんか起きた。え、あ、調子悪い？待って、今の何？死ぬかよ。あ、なんなの、もう。ヤックルの群れだ。あ、ヤックルなんだ。あ、やばい、これ見たな。あれ、え、これど、おお、これどうしようかね。ねえ、え、気になる。そこで切る。切られてる。うわ、マジか。そして久しぶりだな、サム。サム。まだ入ってたんか。うっ、いた、後ろにいた、いた。あ、本当だ。いやー、うわー、普通にいる、普通にいる。サム後ろ、サム後ろ、サム、サム、志村、後ろ後ろ。普通に行く。音楽聴いてるからってさ。誰なの？ねえ、何してんの？変態ごっこ。変態ごっこ。そう。あらららららら、これをまた。あらららららら。カメラさん、カメラさん、頑張って。下下下下。頑張って、ちょっとできる。いやーもう。使えねえカメラだな。え、でも怖いもんな。お、携帯携帯。それは持ってたりとか。そうだね。いや、持ってけないな。持ってけない？持ってけない。服ないのか。なんで携帯置いてちゃうんだ。これしゃがみってないの？ああ、しゃがんで。あ、なるほどね。俺も見たいわ。しゃがみないか。ない、残念。しゃがみコマンドないですね、このゲーム。そう。そっちの方、あ、そこ光ってる、手前の。あ、そうだね。トイレの、トイレ？うん、ちげえわ。最悪、服ひどくない？え？私の服取ったやつクリスマスプレゼントなしだから、こんなの面白くないからね。持ってったんだ、あの殺人鬼さんが。
いい趣味してんね。いや、殺人鬼さんなんだってね。男だからね。まあ、そうそう、うん。欲しいから、サムちゃんの服。よし、じゃあ行くか。ね、出よっか。オッケー。いや待って、でもいるんだもんな。どうしよう。クリス、ジョッシュ、クリス・アシュリーもういないもんね、この家に。いないね。うん、誰もいないよ、今。別々になったもんね、今。こんな風になったっけ。ないよね。ほら、あれ、ここ どこ行こっか。そこ行く、探し見。あ、行ける。お、上がらない、上がらない。探索も始まりそうな感じだな、これ。すげえ格好で探索するな。あー、頑張れないかな、もう少し。欲しいな。腰の角度が。いいねこれさ、パリコレサムすごい、そんな動きできるんだすごい行こう行こう行こう。これじゃん、ターンじゃん、ターン。かっこいい。すごいな、うん、あれ、ここは、あ、クラスキー、あー、ここ、だっと、何時だ？何時だ？見えないな。2時ぐらいかな。1時か、1時か、1時か2時。あ、風船で矢印示してる。え？え、それ乗っかる？待って待って、あっちは。どうする？いやー、ダメだと思うんだ。本当はダメだと思うんだけど。超面白かった。あ、なんか、これ。あなたがタオル巻いて歩きました。じゃあ、これでも早く終わりにしようよ。映写機？映写機だね。満足した？お、映画。2000期のホラー映画部門受賞。ロバート・ワシントン監督、知の修道士、ホラー映画作ったんだ。そうね、あの女子の確かパパンはあの映画の監督だったはずだよね。で、ママンがなんかそういう、うん、なんか心の地域の人たちはあれこれ、あれこれ、あれこれ、タオル巻いて過ごせて。いいじゃん、セクシーだからさ、うん、個人的にはもう少しね、そのままでいてほしい、ね、そうそうそう。めっちゃいい。でも下着姿なら下着姿でもいいよって感じだから。僕下着姿の方がいいかな。まあそうだよね。そう、時間にわかるから。いやー、ないな。風船怖い。行くかしょうがない。降りて下か。あ、うわ、飛んでた。趣味悪。どうしましょうかね。写真がハイライトついてる。あ、本当だ。気持ち悪。もうこれやだ。で、うん。いざダンスパーティー、うん、見たっけね。見た見た。そこのトロフィーは関係なかった。まあ降りるんだね。うわ、ジョシュの顔が、なんでそんな顔を飾るかね。この通り行くか、普通に。そっち、もうそろ外じゃないだよね。どこに行っちゃったわけ。なんでもいいからな、服あればいいけど。あ、来た。お、ああ、したどうした、どう出るどう出る。ねえ、ちょっとみんな、私もうたくさんだから、だんまり決め込まれるの嬉しくないし。お、あ、なんだここ。まああれかな、え、じゃあシェータールーム。あ、ま、え、来た。お探しかね。ちょっとやめて、これね、変なことしないで。何だって見回しても意味はないぞ、サマンス。お前に見えるのは私が見せたいものだけだ。まだまだたくさん見せるものがある。どうなってるわけ。目を開けるんだ。ああ、うそ。どうだ、実に。あ、取ってやがった。お、お風呂を楽しむことにさ。これから何が起こるのかを知る由もない。幸せなひとときを過ごせるのもこれが最後となるかもしれない。私にこんなもの見せるの。なぜかって。ジャンシュン、これを見てどう。ん？ん？嘘でしょ。何をしたの。楽しいんだよ。ああ、なるほど。ちょっとジャンシュンのあの CM 見たんだ。やめて。まだ。うわ、出た。ちょっとエッチな殺人鬼さん、ちょっと待って。あっと、花瓶投げようかな。いや、投げるか。いや、意味ないな、逃げよう。逃げよう、よし、逃げよう。いやいや、ちょっと待って、なんか困りそう。気をつけて、気をつけて。あ、逃げるの。あ、待って、まだか。あ、か、お、飛び越えろ、飛び越えようか。オッケー、飛び越えよう。
わあ、来たー、やだー、注射やだー、何注射って、エッチ。え、危ねえ。オッケー、始まんのか、てか、地下降りちゃうのか、行き止まりじゃん、ここ。どこでよ、武器武器武器、そうだね、銃隠れるか、一回隠れるか、うん、で絶対あれが始まる、動くのが始まる。ちょっと消して、これ消して、サム隠れてどうする、で動くの、ほら来た来た、はい、完璧、机に置いてます、ほら見てください、微動だにしないあのアイコン、大丈夫、バレない、待って、これ絶対、あー待って、じっとします、もう少し、お、わかった、ここから逃げられるとでも思っているのか、こうだって、どうせ行き止まりだから、彼が奥に行ってから上に上がった方がいいですね、お前の匂いがプンプンするな、サム、怖がっている匂いがするな、お前はディオか、うわどうしよう、まだじっとしたい、行くまでじっとしたい、うわぁ、いやぁ、ヒラがダメなやつだ、ごめん、逃げればよかったね、見ずに済んだぜ、いや、行くと思ったんだよ、くっつけたら。マジか、もっと逃げたかった。小綺麗になったぜ。よくやった。ほんとだ。いや、もっと逃げたかったな、そしたら。うまくいっているようだね。そう、私たちはこれまで、君の恐怖の原因を探ってきた。そして君はそれを間違ったことに使った。君が恐れているもの、孤独への恐怖。何としてでも彼らに苦痛を味わわせたかったがために、その結果がこれだ。何それ、あ、お、お、お、あれ、うわぁ、やあみんな、僕は目玉の怪獣メダマン、この動画を気に入ってくれた方は左上のチャンネル登録ボタンをクリックだ。ん、気に入らなかった、そんなやつはな、目玉を差し出せ。スマートフォンから見ている方々は下の説明文のチャンネル登録と書いてあるところを押してくれ。そんなことよりも目玉だ、目玉が欲しい、お前の目玉だ、お前の目玉を動かせ、ほら目玉はダメだろ、なんだお前は、俺はお前の生みの親だよ、生みの親、生みの親だかな、なんだか知らんけど、お前の目玉をよこせ、やめろ目玉、うわ、目が目が